気温も低くなってきてるから顎のそばはちょっと寒かったりするんですよ。だけどね、今のこのベッドの位置から変えるってなると結構難しくって、どうしようかなって思ってるとこ。一人暮らしってさ、いきなり喋り出してごめんな。なんかその掃除とか自炊とかもそうやねんけど、そのモチベーションがやっぱなかなか高くなってくれへんのよ。一人やから、自分がこれでいっかってなっちゃうと、もうサボっちまうんですよね。やっぱ天気いい時はやる気出るから、そういう時にね、もう一気にやっちゃってます。頑張ろう、だからみんなは共に頑張ろう。なんかもうこうやって掃除しだしたらいつもなんやけど、模様替えしたい欲がね本当に湧いてくるんですよ。だからまた着てる。季節の変わり目になったらとりあえず模様替えしたくなる。これ着てる。どうする？ベッドの位置はここやとして、置いてる家具の位置を変えるか。最近の私のおやつです。ローソンで買えるおしゃぶり昆布梅、口が寂しい時によく食べてます。ねえ、これをどこに片付けるかっていう問題なんですよ。
ベートだけ取ろう。しのげそうですね。ちょっとささみ足そうかな。500ミリリットルとあと100ミリリットル。もやしとかぼちゃが少し残っていたので入れました。さらに野菜が盛りだくさん。ルー入れます。はい。初めてやるんやけど、分量調べたら 30g に対して水を大さじ3杯入れたらいいって書いてあったんで 30、30。 ちなみにこのオートミールはロールドオーツってやつ、お米とかの代わりにするんやったらこれがいいらしい。なんか調べたら書いてた、大さじ3杯ね。はい、水を全体に回しかけて、800ワットの電子レンジでラップをかけず1分半 OK です。おお、できました。こんな感じです。なんか粘り気が出てる。お、野菜たっぷりハヤシライスと、ライスじゃないか、ハヤシオートミール。それではいただきます。まずはお茶で乾杯。ルイボスティーです。一回オートミールだけでいってみる。いただきます。うん、もちもちしてる。噛み応えがあっていいですね。おいしい。ルーかけたらね、お米なのかオートミールなのかが全然わからん。ごちそうさまでした。私の右側には洗濯物があります。畳まないといけません。